こんにちは、こんばんは、ドラニです。立川ちゃんのマイライフ、やっていきまーす。よーし。現状、打点を6試合連続で上げて、6分の4試合こでんに終わちりましは。たね。お、こんちゃっす、どうも。いらっしゃい。今日もマイライフやっていきまーす。こんにちは。今日が登板か。お、こんちゃっす、どうも。じゃあ、登板に備えて、どうしましょうこんにか。ちは。お、こんちゃっす、ハンバーグ屋行きましょう。どうも、こんちゃっす。少々お待ち。いヤンスー。やんす、やんす、どうもっす。お、体質がほんのりパワー型になる。なるほど。こんばんは、マッソです。お、マスさんどうもっす、こんばんは。はい、というわけでね、レギュラーになったんで、前回レギュラーになったんで、ご飯の中でのこれからも主張やっていなきのでま落ちす。ます。お、ご飯食べてらっしゃい、いってらっしゃい。またよろしくお願いします。お、ともきさん。マンモあ、ス、先輩おう、ケンバッさんどうクもっラッす。シュ。シーノゴロそれ君こどうれもっよ、す。練習だ。ヨッシーさんどうも。山本君どうも。マスさんどう今も。日、合唱祭で歌詞間ジャ違ミえルさてん、マンモ2ス。回戦落ちしました。わら。どうもっす。夜練、頑張ってください。今から用事あるので、7メン時タ間ル寝まブレイす。クは、どんまいっ今、す。気持ち犬だった。わら。お、用事あるので C から見る。了解っす。今日持ち犬？マリーンズの攻撃。バッターはマカーリの持スイッち犬っチヒッてなんター、だ？加藤。投げました。カーブはい、というわけでね、やっていきまは投げました。打ちました。ファウルボール。本日初第登3板。球は打ちました。レよアーし、ライナー、OK。ボールを掴んでアウト。再来週選挙だわ。第9再投げ来します。球？再来球なんだ。持ち再来物週検か。査。あ、持ち物検査の略。持ちこん犬ってばんいうは、の。たけのこです。初めて聞きましたわ、それ。お、たけのこさんどうもっワンす。アウトこんにランちはっナーはありす。ません。第3球を投げました。決まってストライク。いやー、合唱祭で歌詞間違えてメンタルブレイク。投球これから4大球丈夫、大丈夫。変化球、空振り三振。大丈夫、大丈夫。バッターは3番角中。多少のミスくらい。投げた。インコース高めストライク。みんな、第2球。気にしないさ。ボール、カウント1ボール1ストライク。投げた。ボール、カウンター2フォアボボール0でいきたいですね。打った。僕の中学には持ち犬っていう。あ、持ち犬って言うんだ。自分とかは持ち物検査って言ってたな。大きく外れました。投げた。ボール。大きく外れました。全校生徒会になるかもしれない山本。お、いいっすね。ちょっと待って。クイックが発動した。ふぅ。お、生徒会になる。いいね。いいっすね。選挙に勝たないとね、まずね。ターン。カーブ決まってストライク。そういえば、マイライフ生放送来たの初めてだ。お、マイライフ初めてですか？こんばんは、いらっしゃい。ヤンス。お、頑張れ、ディアンス、熱森くん、いらっしゃい。どうっす？2回の裏、これからいや、前回はね、平松さんの、いちいち持ち物検査シュートが良かった。ね、まあ、確かにね。持ち物検査の話題とか、そんなないっすよ。ターン。インハイ見送ってストライク。ターン。ボール、アウトローへ。ターン。まだ唱えながら言わないとダメですね。ナバーロ足早い。あ、ほんま？早かった今。カミソリシュートはもうトラウマですわ。総力63ですわ。カミソリシュートでね。あ、つもりさんを三振に取れたのは良かった。その球はナイスだ。オッケー。その球はナイスだ。平松どうだった？平松さんのね、シュートやばかったですよ。ターン、タ。ちょっとずれてる。ターン、タ。まだずれてる。ターン、タ。ターン、タ。いや、フォアボールかー。フォアボールは痛い。ターン、タ。手汗ボールはまだ使ってないね。手汗ボールも投げていかないと。いやーやばっ。やばいぞ。ポッキーの日、今日ポッキーの日ですね。
折り辺、折り辺初めてやったんですけど、いいもんですね、折り辺は。ナイスボール。満塁のピンチも抑えていく。やっぱ折り辺はね、ありですわ。今後も折り辺をどんどん使っていきたい。そのためにも皆さんパワーポイントをぜひよろしくお願いします。とね、パワーポイントの宣伝もしときますわ。お、アローラ、とんでもなくひどい目にあった。どんな目にあったんですか。これは公共の場で言えるようなことなのかな。また折り辺やりましょう。で、折り辺またやりますわ。楽しみにしてますわ。何がいいかな。ナバーロタワー A だからね、気をつけないと。今日11時11分にポッキーって大きい声で言ったわら。今日は博多から土地まで前線が止まってました。それはすげえな。ドラミさんのキャラ見つけられなくなりました。あー、それはとんでもないですね。自分のフレンドさんもちょっと大変、4時間ぐらい待ってされたらしいですよ。直球ストライク、インハイへ、タイミング合いません。キャラ見つからなくなった。どういうこと。投げました。もうカウントワンボールツーストライク。しかも7時過ぎから夕方まで止まってました。ストライク、空振り三振。7時過ぎから夕方まで止まる。あ、辛いですね。止まりすぎだ、ほんと。電車が止まって動かないっていうのが一番辛いですよね。ナイスレアード。やばいっすわ。これは日本シリーズのレアードですね。守備力68。現車の時間に現車の先生ポッキーくれた。ポッキーくれた。ポッキーの日だから。悪魔の日は悪魔の日だわ。ある一人がまるっきりと卑猥な意味で言ったやつおる。こんばんは。それはあかんわ。お、こんばんっす。誰が言うと思ってた。オッケー、ナイスボール。いいね。下ネタダメ絶対。下ネタダメ絶対。途中で2駅分全線ストップです。あ、2駅もストップしたんだ。特急でか。それは痛いわ。ポッキーダンスって何なの。なんか CM でやったやつですよねって言われてるけど、自分はよく知らない。完全なボール球、カウントは2ボールノーストライクです。ターン、ターン、あ、ずれすぎ。ターン、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 ウェーイ、オッケー。ポッキーとマルキーとガッキーって言ったやつがいる。ガッキー、ポッキーガッキーの組み合わせですね。あの時のガッキーは、まあ今もだけど、可愛かった。ターンタは、ターンタ、ターン、ターン、クッソ。ちょっと待ってね。ターン、ターン。電線がちぎれて、博多の次に特急が止まる二日市駅は停電です。あ、電線ちぎれたんだ。え、それってこ、例の穴のやつですか。なんかコントローラーおかしいな。ちょっとお待ちください。シェアハピーポッキー。ってやつ。シェアハピーポッキー。いいね。ターン、ターン。ターン、ターン。ターン、ターン。オッケー、取るやろ。オッケーナイスキャッチ。守備あかんなプロなのに。守備あかんな。陥没とは全く別物です。あ、陥没とは別物の話ですね。それでなんか博多大変ですね。いろんなことが起きてる。ナイスボール。いいね。怖いな。ターン、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 ターン。演説メイドに。ターン、ターン、ターン。オッケー。お、塾行ってらっしゃい。頑張ってくださいね。油。ターン、ターン。オッケー。ターン、ターン。今日は野球見るかサッカー見るかに迷う。サッカーってあれ、何の試合なんですか。キリンカップって書いてあったけど。ワールドカップとはまた別物。詳しくなくてすみません。ターン、ターン。ナイスバッティング。 OK、 ナイスキャッチ。素晴らしい。ターン、ターン、ターン、ターン。
これで追い込みました。ターン、ターン、オッケー。親善試合です。びっくりした。あ、親善試合か。日本対オマーンだっけ。あ、ぶて。野球も親善試合ですもんね。両方とも親善試合なのか。そりゃ悩むわ。お、塾行ってらっしゃい。大きく外れました。カウントは3ボール、1ストライク。ちょっとフォアボールは嫌ですね。うん、OK。フォアボールは嫌だった。田村、ナイスバッティングです。バッターは幕張のスイッチヒッター、加藤。ターンタ。今日はここまで3打数1安打。ターンタ。まだ電車一部止まったままらしいです。あ、まだ止まってんだ。とんでもねえな。カウントは2ボール、1ストライク。打ちました。ファー次が2球目。今日は日付変わって0時から夜勤ですが、まあ夜ですけど、まだ。お、0時から夜勤か、それは大変ですね。飯買ってくるので、頑張ってください。あ、ね、頑張ります。ポッキーうまい。あの、こんばんは。ポッキー、ポッキー食うべき。今日はポッキー食うべきですね。お、八川ちゃんいらっしゃい、どうも。レギュラーになりましたよ。海外経験こそ。いやー、騎士はそうかもしれないけど、栗山海外プレイ、マジか。大丈夫かな？お、駅で見てる。駅止まってんのか。大変ですわ、ほんと。お、佐々木さん、落ちたですよ。今日、ポッキーの日らしいっすよ。でも、もうすぐ最速来るんで。ポッキー食わね。ほんに、やったー。ポッキー食いて。吉川さん、こんばんは。おまっすお、カーブです。今日の野球はどっちが勝つと思いますか。今日はさすがに日本勝つでしょう。勝ってくれ、頼む。願望。熱生さん、こんばんは。OK。ターン、ターン。まあまあまあ、OK。ツーベースになるかな。なるか。自分のクラスのやつは一コマだけ受けて帰りました。安くて量が多い。いいね。一コマだけ受けて帰るって。ポッキーの日って最近できたらしい。相対なのは、まあそういう日もありますよね。ポッキーの日っていつできたんですかね。ポッキーの日ってことで3種類買ってきたで。あ、3種類も買ったらいいね。ポッキーの日でしたね、わら。ジャーミルさん、誰か言うと思ったよ、それ。ハイチュウや。プッチュウないハイチュウや。博多は今大混乱です。ちょっとハッチュウの違いが分かりづらいですね。なんてこったい。なんてこったい。ここは間に歩いていきます。博多今混乱中か。まあ停電はしゃあないですね。巨人はもう全力で取りに行きますよ。多分。カウント2ボール2ストライクです。第6球を投げた。と思ってしまう。第7球を投げた。下ネタダメ絶対に。オッケーな三振。まずは三振に切って取ります。いそ持って。どっちやねん。投げました。インローに送ってストライク。よいしょ。投げました。インコース高めストライク。ナイスボール。スタミナ切れても結構投げれますね。博多は大混乱すぎてやばいです。監獄の修理の車両とかも行き来してるんで。そうだよね。その工事。電気がなくて工事できんのかな。ポッキーじゃなくてポッキー買ってきました。カープはできなかったか。こんばんはチャップマンです。トップ買ってきた。ポッキーちゃうんかい。チャップマンさんどうもいらっしゃい。さて今日のヒーローは勝利投手の立川。阪神ユニクロ1点に抑え勝利投手。あ、マジっすか。ロッテに行くんすか。え、本当。その情報を初めて聞いた。8回3分の1無失点。1日月1日だから4本あるんだよ。1日につく日は不吉なことしか起きない。すごい人たちばっかりだな。11が起きる。お、脱三振で右押しを。三振を1試合に15奪うはちょっときついよ。まあ挑戦するんだけどね。独身の日でも。あ、そうなの ?11 日は独身の日でもあるの。なんで？ロッテはイデホーを狙っている。ロッテはイデホーを狙っている。糸井阪神確定。イデホー糸井阪神確定なんだって言ってるらしい。ノリスク。ほうほうほう。わかんねえ、わら。たこ焼きありっちゃう。4本立てようポッキー意味深。うんうんうん。いやそりゃね、左のリリーフはいてほしいでしょう。
いろんな経験値が上がる。お、変化球上がりますね。たこ焼き。アバタさんかな。快速で一撃。快速で一撃。ポッキーがビンビンに切れております。止まってるのは辛いな。あ、つもりくん、だんだん下ネタ方向に走ってきましたね。熱性さんいけない人ですね。そんな人には私のスープを。今日は友達の家に泊まるので。あざす。ああまあそれならね、もう動けなかったら泊まるしかないですよね。あ、やば。下ネタやめれー、わら。巨人、両大館、森福、山口取ったらでかいなー。南福岡にいます。でかいと思う。でも一撃なんですぐ着きます。立川さんお助けください。日本のオーダー発表していいですか。お、日本のオーダー発表、よろしくお願いします。今日は男4人揃えたら願いが叶うかな、わら。1よろずのたこ焼きって。あつ森さん。一万円のたこ焼き高すぎ。さあ、立川ちゃん。打撃もね、やっていきます。ジャミルさん、あかんわ、それ。巨人、容体感は取らないっしょ。森福は取ると思う。山口は、プラスアルファで取れたら、みたいな。ほうほう、駅のすぐ近くにね。西。高速スライダー、カーブ、サークルチェンジ、140キロ。あ、ドイツ雪降ってる。日本もね、降ってる場所は降ってますよ。さあ食べてもらおうか。キャッチャーか。25歳キャッチャー。いやー、小林の能力、こういう能力だったらよかったな。7時から塾。お、塾頑張ってね。さあ食べてもらおうか、熱盛さん。とりあえず友達の家で。宮崎だから駅とは無縁、ね、わら。あ、宮崎いいね。今日はポッキーの日ですぞ、ポッキーにしませんかね。なんかちょっと待ってね。山口に36億盛り含みで3億らしい。コントローラーのミートバーストがおかしい。震えてる。大丈夫かな。そうだ、そんなクソまずいスープを飲ませるな。どうや、大丈夫。無理か。ポッキー入ってるから。無理か。ポッキー入ってる。ポッキー入ってるんすか。ただいま戻ってきました。ちょっと待ってね。大阪めったに雪降らない。山口に3年6億、森福に2年3億。おー。山口3年6億は出しすぎな気もする。こんばんは。まあ、巨人金持ちやな。今日はマイライフなんですね。お、マスさんお帰りなさい。お、シューイチさんどうもっす。今日はね、マイライフっすよ。多分アメリカ低クラスの男が大阪羨ましい。雪降るのは辛いわ。おう、バックスラッシュ。立川さんのポッキー、カウン？カウンし。1番サード山田、2番セカンド菊池、3番 DH 大谷、4番ファースト中田、5番レフト筒香、以下省略。あー、結局3番 DH か。大谷か。大阪安全。なんで4番中田なんだ。先発の村。ちょっとようわからんな。山口は前向きに考えたいと。今日はね、前ラフやってきます。立川さん、たまにはうまく作ってよ。今日カレー。うまく作ってよ。ナイト、オッケー。お、川口チャンネルさん、どうもっす。いらっしゃい。そいつの家。9番に秋山か。お、ついた、よかったね。2人きりです。2人きり。初球ストライクから。いいね、いいね。チャンスで打ちたい。頼むぞ。第4球を投げた。あー、打てねー。立川は何力。立川ちゃんですよ。みぞりくん、いらっしゃい。彼にね、巨人は金軍団、確かに。まずく作ることできるとかも才能だろ、わら。才能、いい才能。やるじゃねえか。立川もやるじゃねえか。美味しいの作らない。立川がビンビンに切れております。弾道が上がらないね。山田サードやんけ。山田サード、ポッキーをあれに見立ててしゃぶるんですよね。ゲツンゲツン。とりあえずすごい手にあった。中田昨日は4タコだったのにまた4番で使うのか。おー、ひどい特殊能力。スライダードロップカーブ147で熱生産ね。中田4番っていうね。投げました、ストライク。これマジっていう。第4球をドラミさん、昨日やっていた問いの続き今日終わりました。出来上がりかなり大満足です。お、満足いいね。ポッキー食べながら見てます。あと少しコンビニ行ってきます。ヒロ P 一旦落ちるね。
はい、そしてまたポッキー買うんですか。阪神は来年開幕ホームの予定がどうにも甲子園を使えないから、広島で開幕らしい。立川がなんだてあーん、透明真っ赤っかじゃねえか笑。真っ赤っかでしたね、びっくりした。立川やるじゃねえか。立川ナイス。立川さんが可愛いと言いました。いいね、立川さんが可愛いと言いました。あつ森さん、オッケーオッケー、経験値上がった、いいね。パワーミート急速コントロールいいね、完璧じゃないか。ではでは、チュパチュパ、チョコレートだけをなくすとポッキーは丸裸、おーバックスラッシュ。ポッキー丸裸。山田久志、山田久志さんって誰だ。最近スンバらしいにハマってる。スンバらしい。すんばらしいにハマる、いいね。あつ森さんのこりゃすばらしい。有原負けなしじゃん、こりゃすばらしい。有原負けなし、やばいでしょ。これは今季の MVP かな。山田久志アンダースローだっけか。あ、ピッチャーなんですね、山田久志さん。アンダースロー、なるほどなるほど。ドラミさんは立川ちゃんがお気に入りなんですか。立川ちゃん、とりあえずね、二刀流でいい選手、パフェ作った選手。監督への批判のコメントが多いのはどういうことなのか。まあとりあえず立川ちゃんやってます。オリックス吉田ってすごいよね。監督への批判が増える。オリックス吉田、吉田、吉田能力上がりますよね。ジャパン投手陣が崩壊、まあしゃあない。内野の吉田は未来の糸井、うん、未来の糸井もう期待してますわ。伸び B 玉持ち丸、高速スライダー、カーブ、フォーク。水鳥くんに飲んでもらおうぜ。第2球投げました、ストライク。ちょっとフォークはきついかな。第3球ほっ、ボール球ボール球だった。左奥のフライになりました。おい待て、なぜだ。掴みました。これではとばっちり。ファイターズ追う展開で迎える3回、1番立川ちゃん。じゃあ水鳥くんにも、じゃあ今日はちーちゃんにスンギクの代わりにポッキー誘おう、バックスラッシュ。ポッキーの日アンケーラヒット、オッケー。今日ポッキーの日か、ポッキー食わないとな。なんてこった、なんてこった。今日ジャパンどんなオーダーかな。今日3番大谷らしいですね。オッケー、ナイス。あつ森伝説のマイク食べすぎてお腹いっぱいでな、不安水取り。積極総理つきようかな。マイク食べすぎ、お腹いっぱい。マイク食べすぎってどういうことや。あ、ミラさんどうもっす。あ、出た。水鳥くんには立川スープ、これ出たって言わなきゃ失礼になりますからね。立川スープ地獄を、皆さんどうもっす。マイクはスーモの、スーモとくんのどうもっす。8番小林誠司、9番秋山翔吾だぞ。8番小林はないでしょ。鈴本さん、マジっすか。こんばんは。8番小林かよ。いや、そこ訂正しなくていいから。水鳥さん申し訳ないな。言わないと失礼に当たりますからね。行ってきました。マイライフの方は初めて来ました。お、ズタンさんどうもっす。マイライフもね、まあ練習で、いいっすね。練習としてだいぶいい。大谷なんですか。僕岩手なんですよ。うんうんうん。やろう。岩手県民来た。大谷って岩手出身でしたっけ？あれ？1番サード山田、2番セカンド菊池、3番 DH 大谷、4番ファースト中田。ヤンス、3番 DH 大谷来ましたね。コババア、お、ヤンス、バクサさんどうも、どうも。よろしく。ウチョさんどうもっす。花巻東。花巻東。花巻東、いいね。菊池雄星がいたところですよね。マイライフ何年までやりましたか。マイライフ一応ね、目標は20年。ミラさんって、山口さんがいない間、ナジャレットの代理を任された人ですよね。なんだと、ミラさん、ミラさんもダジャレ得意なんすか。す
素晴らしすぎですわ。5番レフト筒香、6番ショート坂本、7番ライト6番坂本違います。坂本代表し下げるべきか。ツイッターフォローありがとうございます。違うのか。原巻東、あ、こちらこそフォローありがとうございます。これでツーアウト。その聞き間違いはやばいわ。あうち8今日はさっき言った通りだぞ。で、小林と秋山か。秋山8番。まあ、30年できるって秋山9番か。大谷くん花巻東の時に、え、30年できる。マジ両大会オリアン。じゃあ30年やって、ちょっと立川ちゃんがおばさんになるまで、やっていきますか。おばさん立川、ありやな。なかなか。あーうち。サッカーの日でもある。じゃあダジャレシルバー。今日サッカーの日でもある。中田と小林以外打率3割以上とかやばすぎ。あ、そうなんだ。みんな打率3割以上。中田もホームラン30本ですもんね。ポッキー選手だから見てます。ポッキー選手が見てくれてる、ありがとう。やばい。立川さんはおばはんやな。まだまだ若いよ。まだ19歳。まだ19歳。森田勝里みたいな立川博士。なるほど。お、ゴーチタさん帰還。おかえりなさい。今日おばさんになるまでできるか、ほんと。30年ですよ、30年。どんだけかかれんやろか。確か今19歳ですね。48までできるのか。ターン、ターン。ターン、ターン。危ない。リアルでも19。OK。ナイス反応。リアルでも19枚ですか。19歳からいじられキャラでなってるのしょぼーん。私はおばさんになっても自分が気づいた時はもう39歳でボロボロやろな。サンタマリアさんにいじられてましたね。お、唐揚げマンさんこんばんは。私がおばさんになっても花川おじさんね。よろしく。お、マッキーさんよろしくお願いします。今日ポッキーの下らしいっすよ。石もあかん。セクハラやん、それ。ナイスキャッチ。守備職よすぎ。これゴールデングラブ間違いないっすね。お、こんばんは、やっと。ノー GT さん、こんばんは、ノーマス。お、唐揚げくん、前田日見てくれる。ありがとう。何周目？今、2試合目？ピッチャーとしては2試合目です。山本昌は40、え、50までやったっけ。おお、バックスラッシュ。なんか言った、あつ森さん。あつ森さん。ポッキーもうすぐ食べ終わりそう。ワッコンさんのローラー。栄冠の鬼ことサンタマさんのせい、処方。栄冠の鬼、栄冠の鬼、ジャミルさんのせいですね。さあ、立川の前世紀は何歳になるのか。立川ちゃんの前世紀、可愛いって言いました。どんなもんやろかな。こんばんは、つたくまです。お、たくまさんもどうもっす。今が前世紀っぽい。アローラ、今が前世紀。アローラどうもっす。アローラ、パパさんどうも。マリパン、おう、バックスラッシュ。勝ちたら可愛いから、将来俺の嫁確定。嫁確定。そうだね。ちょ、防御率見てくださいよ。さんに立川スープ作らないと。だいぶね、クイック A にも慣れてきましたよ。防御率 1.51。いい感じ来てますわ。バイ、なるまではあかんで、ジャミルさん、わら。その前の防御率、3.52 以上の立川ではない。あぶね。やられた。いい買い物の日。なんでいい買い物なんだ。それも初めて聞いた。森君いつ覚醒するんだ。待ってるぞ。森君覚醒。場所バラバラでバレバレやんけ。大谷のエッチよりやばいね。相撲がエッチの方が守備が安心できる。まあ確かにね。今年一番苦労したな。大谷の日か。こんばんは。今日友達の誕生日でポッキー5箱プレゼントしました。わら。お、5箱もプレゼントいいね。水鳥さんに来たスープの材料はじゃがいも、トマト、人参、キャベツ。PS4 プロが来たシネートです。先生しんどい。シネートさんついに来ましたか。あとでよろしくお願いします。
おう、あとでよろしくお願いします。あつ森モザイクの位置間違ってる。絶対大変か、最初。私とあつ森さん化したら我々ですやん。以下省略。あれ、水鳥さんに作るやつはまともじゃないか。水鳥さんはまとも。アクセント、逆三角アクセント。お、アローラー、コンバース。の広告にいい買い物の日って書いてあった。ナイス。ヤフーの広告に買い物。それは、今日は深夜配信しました。さすがに。深夜配信はわかんないけど。申し訳ないでや。できるかな。できたらやっていきたいけどね。取れる。置かない。これでツーアウト、ランナーありません。お、文化祭いいね。今日はサードゴロと、あつ森さんに作るスープには、この時期の文化祭は寒そう。トカゲの尻尾、春菊、ちいちゃんのメガネがたっぷり、以下省略。文化祭疲れた。メガネが入ってる。いやいや、むしろドラムさんにバレてないはず。にっこり。バレてないはず。前半が終わりまして、そうね、最近ジャンビュさんとあつ森くんのコメントが危うくなってる。トッキーって叫んだ人いる。ポッキー、ラッチポッキー。いや、11時11分とか、普通に時計見てなかったさ。立川は仲間のメガネを料理に入れたりするんだ。仲間のメガネを入れる。仲間のメガネを入れていく。ジャイアンスープ。立川ネキいけるやん。立川ネキ、マッチャイヤ。ジャミルさんやめときますかね、わら。さあどうぞ。一戦は超えてないよ、カゴン。おう、バックスラッシュ。ターン、カッ。オッケーオッケーオッケー。一戦は超えてないよ、多分なんか、11時11分11秒の時に、ポッキーと叫んで、ポッキー食べました。ポッキーを食べる。いいね。おろこしは許しませんで。どん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 。ねえ、今日は1が続く日ですよ。メキシコはさすがにメジャーリーガーが先発じゃないかのか。いや、無理か。ラッキーゲッツ。いいね。メジャーリーガーが先発じゃないのか。よい、大観山。まあ練習しないといけないからね。単なるあれっすかね。大丈夫練習試合。いろいろ試さないとね、メキシコのチームを、日本のチームに。それ跳ねる、寝る寝るねや。おら、熱生さんも食べないよ。大切なのは来年の3月までにどれだけの、OK、どれだけのものができるか。そうっすね、チェンジアップで空振りを取るには、レベル3ぐらいは欲しいかな。わずかに外れました。カウントは2ボール、打った、フラフラと上がった。 OK、 レアーです。噛みました。これで2アウト、ランナーありません。ちなみに今日作った糸井の能力は弾道3 B と A パワー B 走力 A 型 A 守備 B 補給 A です。これで追い込みました。お、走力いいね。肩 A もいいね。あつ森さんまずいですよ。来週発売ポケモンかな。 BC の日本の開幕戦はキューバです。よいしょ、開幕戦キューバ。キューバ大丈夫かな。この歯ごたえバリバリあれこれスープだよな。うわー、こんばんは。今日もフォアボール。秋山はバントさせるなら2番に置かないでほしい。やられた。まずいでヤンスネストレート。まあ来週ポケモンサンムーン発売か、楽しみだな。秋山はバントさせるなら2番に置かないでほしい。ほんとそれ、寿司職人がベンチに行きそう。ポケモンだよ。バントさせないんじゃないかな。あかーん、ファールファールファール。オッケー、危ない。ババプロしてたら。お、ゆうごさんどうっす。名前が笠原。笠原わら BC 実はあるあるっすね。あー、やられた。僕のキューバ代表に入るのだ。セクシャルハラスメント略してシャルメント。お、キューバ代表に入るね。クソみたいなやつのクソみたいな料理か。考えただけでも吐き気がするぜ。それでも食べなきゃいけない。それが男の子。よし。辛いね。なんか久々に食らえた料理は食べないとね。あっかーん。オッケー。ヤシマン大谷が実装するんで、言われるわ。あ、ヤシマン大谷が実装されてめちゃくちゃ強い。あ、マジ。立川さん、ロシオンついに大谷が。ロイカの匂いがプンプンするぜ。今日の強化試合どうなのかな。いいね。ババと頼り、なんか強かったもんな、日本。ハイライフと聞いて。はっ。
強い当たり、打球はそのまま伸びていく。あつ森さんが世界戦のマイライフ、いいね。ハムの二刀流2枚看板、あかん優勝来てない。やばいやばいやばい。ターンターン、2球目ストライク、ターンターン、ストレートはボール、わずかに外した。ターンターン、カウントは2ボール1ストライク。うぇーい、変えてくれ。来年のブラザー DC はメジャー組解禁、前向きらしいですよ。あ、メジャー組解禁するんだ、いいね。お久しぶりです。やっとお久しぶり。お疲れ様です。ゲストお疲れ様です。どっち見ます。今日見るのは野球かな。野球の方が気になってます。立川劇場。ロリータファッション略してローション。ふう。骨臭いぞ。まあ、しゃあない。だらけた女。勝ち投手になれなかったけど。大学で、広大といえば何県の大学を思い浮かべますか？広大、広島大学。どうも近です。広島大学ってあれ、私立、え？違うか、国立か。え、ちょっと待って。メスが4番じゃなくて5番か。あ、愛知大が私立か。一応解禁されました。広島大学国立だわ。一応解禁された。前回作った糸とは比べ物にはなりません。わら。遺跡さんか。ちょっともったいねえな。誰だろうか。クソがクソを名乗っててくさ。しゃない。そして3位に立川ちゃんがつけてる。1位有原、2位大谷、3位に立川ちゃん。日ハムが上位トップ3を独占。前回作った糸々は比べ物にならない。いいね。おう。クソ口。熱生さんじゃないか。山口くん。山口くん、名前がすごすぎるよ。さあさあさあ、西武戦行きましょう。お、応援に来てくれる、いいね。立川4番になってる。嘘でしょ。大谷が先発の時は立川4番か。いいね。どうも、誰だろうか。誰だろうか。山口くん。ダジャレお願いします。ピッてみる。無茶ぶりを、リスナーさんに無茶ぶりを振る実況者、あかんね。今日もジャパンの試合見ました。スライダー、スローカーブ、進化。ジャパン見ていきますよ、今日も。来ないらしいですね。ノーユーオーイ悲しいぞー。中田を超えた。山口くん。奥井くんはどうなったんですか。オッケーなヒット。奥井くんは同一人物。ベンチでさ、ベンチ。それはもう同一人物確定ですよ。奥井くん。ベンチ2と49、結構強いんじゃないかこれ。山口くん来ないんですね。悲しいですね。棒読み。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。さあさあさあ、打点を稼ぎたい。投げました。いやあ、初球打った。これはヒットになんねえけど犠牲フライ OK。 ドラミさん、素晴らしい。今日鹿児島で出川哲朗さんに会えました。出川さんに会った。個人情報漏れますが、嬉しかったので言わせていただきます。それは嬉しい。初見です。初見さんどう思って。いいね。3安打以上打て。打てるかな。一緒に練習するだけでかなり能力伸びる。そうなんですよね。伸びすぎなところがちょっとあれなのかなっていうところもありますけどね。謎かけきた。完全正真正銘山口くんやんか。ようやくチャンスで打った。オッケーオッケー。佐野くん。佐野選手。こんばんは。ナチドロップゾーンの配信が楽しみなのにもう眠いリオンです。リオンさん、今日バンさんと、ポジションはどこにしますか。エイジさんの。試合ですよ。毎週奥井くんと練習すると4年以内で A で総力 S になる奥井くんが主人公が2軍に行くと2軍に落とされる世知辛い世の中。世知辛すぎる。ファインプレー諦めないです。3クラス3と解きます。テレビとかけますよ。3クラス3と解く。その心はどちらも録画できます。その心は新大阪駅の西に見たら梅沢富美男が立ってた時は2度見した。そこをさえもない。マジかよ、うますぎるわ。山口くんマジやべえな。うますぎ。ここはよく選びました。カウントは2ボール1ストライク。さあさあさあ、どうや。ナイス。これは2ベースでしょう。ナイスバッティング。そしてさらに打点を稼ぐ。いいね。オッケー。新大阪駅で後ろを向いたら、梅沢富美男が立ってた時は二度見した。
ミヤさんマジっすか、ウェザーと見よって誰ですか。でも有名人に会えたらやっぱ二度見しますよね。名前はドリスだけど中身は川藤です。お、ドリスさん川藤さん、どっちで上手いっすか。どうっす、富山にはね、あの有名人めったに来ないです。ミッションクリア、ウェーイ、やられた。セカンドがホームに投げてる間にサードに行かないと。ほんとそれ、サードには行かない。7回を1点に抑え勝利投手10勝とだ。強すぎ。こんばんは、頑張ってください。ウィーキロさんありがとう、頑張ります。雷走る、この富山有名人来てほしい。5打数3安打、思い出せない。オッケー。クリキントンってうまいの。クリキントンうまいんじゃない。ノーマルバットにひびが入る。バット結構ひび入りますね。困るな。うちのとこには秀則が来たぞ。おいおいどうした、熱平さん。いいね。大谷くん2桁勝利、2桁勝利表明。すごすぎ。とりあえずピーマンいきます。ニハオシェシェ。牽制マルを取得していく。今日と明日見れません。あ、明日も見れないか。山口さんなんじゃ。山口さんなんじゃ。山口さんですね。あれ登録設定、山手選手に会ったことあるぜ。どやん、山垣選手に会ったことが、お、いいね。これやばくない、使っていこう。これもやばくない、使っていこう。藤田太陽にも会ったぞ。藤田太陽いいな。規定投球回数が達してないからな。高荒れ富山あるの知ってますよ。もうすぐパワデスパワデス買い目ですね。おいおい、私は不幸だぜ。山口さんはもう二度と来ないんだろ。まあ、オッケーやと思うよ。ですよね。カタレ富山はね、全然見に行かないっすわ。先頭バッターは立川。全然見に行かない。投げました。あの、遠いんですよ。山形って書いてるのに山形って読まれる。わら。投げました。日ハム優勝旅行でハワイ行くらしいけど、移籍した太田も行くんだろうか。山形って書いてある。わら。辛い。あんなフォークやローボーターはまだ行かないんじゃないか。記録にならないと意味がない。記録にならないと意味がない。うわ、防御率1点台ですからね、ありだと思う。抜けろ、なあ、通る。太郎です。太郎さんどうもっす。ちょっと待って、ライオンズの守備良すぎじゃないか。秋山守備力84でしょ。熊代65強い。外人みたいな顔。高橋コーナー、うーん、ドラフト1位ルーキーですよね。3年目、スライダー V スラフォーク。森という癒し、森という癒し、やられた。これではストレートに詰まってますね。チームメイトと打ち解けるために選手会長の大野は太田と公文にも声をかけたという記事を見ましたよ。あー、まあ打ち解けるためにはなったことはもう忘れましょうぜ。必要っちゃ必要ですよ。フォークお化け、山口君、あなたが高橋コーナーねー、今はねー、フォームがねー、フォークお化け。そうなんだ、今フォームあれなんだ。レーダートリップカーブチンジャーク145キロ。てか立川さんいなくなったな。メッシ落ちじゃないかな。いつから左投げは以前一番バッターってオッケーなヒット。最低1試合1本メッシ落ちします。1番まだね、打順が固定されてないんですよ、この立川ちゃん。お、メッシ落ちいっちゃう試合。高速スライダーでしょ。バルフォークすげえんだよ。自画自賛かよ。あー、セカンドゴロゲッツ。これは先般ですわ。最新作発売まであと7日。ちなみに斉藤佑樹は意地になっていかないとか言い出して、有原とかが説得してもやっぱり行かないらしいです。やっぱり行かない。まあ行かないなら行かないでいいんじゃない。行ったら行ったでまたなんかね、
なんかネットでいろんなこと書かれるんでしょう。帽子を取れば行かない方がいいと思う。フォークは落差が多すぎて子宮多い、うん、山口さんイケメンなのかな。帽子取ったらドラクエのククールみたいだよな。帽子取ったらイケメンですね。そう考えると吉川と石川は優勝旅行行くのかな。吉川と石川は優勝旅行、私はクソ校ですぜ。どうなんですかね。クソ口クソ口なんすか。じゃあクソ口くんで行きましょうか。よーし、一番バッター立川ちゃんやっていきましょう。フォークは落差が多すぎて、フォーク何か持ってると言われて、結局ハンカチしか持ってなかった人。まあ、ハンカチ持ってればオッケーですよ。侍ジャパン見に行ってくる。侍ジャパン見に行ってらっしゃい。行けないとなるとかわいそう。ね、日本勝ってほしいっすよね、ほんとね。岩崎。岩崎、スライダーフォーク進化。使えないよね。山口フォークがね、三振取れますよ。脱三振ミッションとか来るとだいぶね、山口はありだと思う。OK、ナイスラン。これは素晴らしい先制パンチ。OK。フォーク。弾道3欲しいな。ウェーイ、ピッチャー反応良すぎ。石川はもう巨人の周期調整に出ているし、巨人軍として移籍後のため行きたくても行かれないらしいです。あー、まあ、それならしゃあないですね。超えるからやめて差し上げろ。ちょっと友達から電話かかってきて落ちてました。山口と電話いいね。よいしょ、ナイスバッティング。これもツーベースでしょう。ナイス先制パンチ。せやれ、クソコー。水鳥さんが後ろくないでやつ。申し訳ないでやつ。山口、森福巨人入りか。森福は多分巨人入りするだろうな。山口は、どうなんだろう。保証 B ですよね。B ランクは取るの怖い。これでワンアウト。なんだと？ここはなんとか追いつチャンス。うおーすごいな、伸び B クイックに起点丸脱三振。初見です。お、バスケして試合いいね。お、初見さんいらっしゃい、どうもっす。154キロスライダーナックルカーブフォーク、スライダーナックルカーブフォーク。ほっ、まあまあナイスチャンス、ナイスヒット、ナイスヒット。後続に繋ぐ。そうだよな、山口さんって使えないよな。うぇ、泣き。山口さんって帽子取ったらドラクエの2みたいだな。お、ボン。ポポン。山口は強いよ。5試合連続安打は OK。弾道欲しいな。ちょっと弾道上げますか。なかなか入らない。すげえな、有原大谷。二人でもう21勝してる。立川ちゃん、3位入ってるよ。有原防御率やばすぎじゃないか。1.09 って。嘘でしょ。よーし。なんだと？森福は高橋由伸が直々に電話で優勝に力を貸してほしいって言ったみたいですね。電話で優勝に力を貸してほしい。山口。まあ電話じゃなくて実際に会いに行けばいいのにと思うんだけど。まあ電話もありですね。山口さん、グッサン。和田。ちょっと和田の能力を見てみたい。こんばんは。合唱大会金賞取れました。特殊能力強すぎ。お、金賞いいね。こんばんは、竹本くん。いらっしゃい。山口康さんの能力ってどんな感じなんですか。クソ口さん、どんな能力なんですか。サークルチェンジ。第3球を投げました。サークルチェンジ。第4球は
金本は糸井と直接話し。おお、やれた。金本は糸井と直接話し。直接話は大事だと思うよ、本当。まあ、まずは電話で話っていうのもありだと思うけどね。和田はストレートの伸びが良いよ。ストレートすごいっすね。モリスク福岡だし厳しかったのではと思います。まあ、キャンプ中だからね、宮崎県だから確かに行ける距離にはいましたね。まあ多分またいつか時間を取ってちゃんとした交渉するんでしょう。その契約内容とかね、ナックル7とシンカー7とスライダー7だぜ。ナックル7だぜ。日ハムオーダーに投手多すぎやろ。わら、日ハムオーダーに投手多すぎ、結構いますね。もっと投手含めたらやばいっすよね。キューバの人かな。元投手を含めたらやばいと思う。で始まるので落ちます。お、了解っす。山内さんフォークのキレが半端ない。いや、強いメンバーですねこれね、ほんと。山口さんフォークのキレが半端ない。そしてコントロール C でスタミナ B だぜ。コブスタ CB、 それグッサンやないですか。これはヒットになります。ナイスナイスバッティング。 OK、 ようやく打てた。そしてもう一回も回ってくる打線、あ、打順。クソコースターその名の通りクソですが、山口さんの方がシーンじゃ。スプリット面白いですよ。あー、面白いですか。あ、さすやられた。アウト、スリーアウトチェンジ。8回までが終了しまして7対0。山口さんの方が強いんじゃない。山口さんの方が強いですかね。お、盗塁も決めた。いいね。そうだな、山口さんには足元にも及ばないな。足元にも及ばないだと。お、お疲れ様です。ここですね、ちょっとお待ちください。強化項目。山口さんってイケメンで最高ですわ。自分で最高ですか。いいですね。いや、ここに来て山口くんの株が上がってる。クソ口くんの株は上がらない。あ、弾道。あ、上げれるか。オッケーオッケーオッケー。弾道上げます。まず弾道を上げたい。で、休んでいこう。だよな。山口さんイケメンだよな。最高だよな。山口くんはイケメン。最高だよな。ポケモンの最初の3匹は水タイプにします。ポケモンもいいね、水タイプ。立川さんの弾道が上がる。自分は草タイプかな。弾道を上げていこう。弾道上げないとね。ターン、ターン。打ちました。OK。宇宙間へ持っていきましたが、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは今明石。第1球投げました。直球決まってストライク。まず決めてきました。ターン。2球目ストライク。投球間から3球目。流し打ち。オッケー。切れていきます。ファール。投球間から4球目。ターン。変化球。オッケー。空振り三振。あぶね。クリスマスにガワプロ買います。お、クリスマスにガワプロいいね。で、女が夜長ガワプロ面白いですよ。弾道高くて、いや、女子選手だって弾道上げていかないとねいけないですよ、ゲーム的に。ゲーム的にね、あくまでゲーム的に。お、ポケモンがポッコが可愛かったよ。ポッコ可愛かったね。進化してテーブラーになってえって思った。お、初見さんどうもいらっしゃい。いや、立川ちゃん防御率が1.76 ですよ。エースですわ、エース。他の球団だったらエースですね。どういうことかな。 OK。 女子選手はどこが高くなるんだろうか、これ丸々だろうかなんて言えないそれはあかんわ、さすがに。 OK、 ナイスアウト。スリーアウトチェンジ。ちょっとスタミナが少ないので、そういうことです。抑えていかないとね。フォアボールはいけない。呼ばれてないけど、じゃ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 ん、どうも。お、どうもっす。
センター前進。じゃ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 。これでワンアウト、ランナーはありません。清水さんどうもすいらっしゃい。第9球投げた。ストレートはボール。これはわずかに外れています。よいしょ。決まってストライク。キレのある変化球。完全に外れたボール。はっきりしたボール球。カウントは2ボール。おい。打ちました。レフト前に出る。おい。惜しい。ここを抑えたいですね。牽制もしていこうか。たまには牽制もしつつ、デッドボールも与えていく。あはデッドボールによる怪我の治療。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい、鶴岡さん。チャンネル登録しました。お、チャンネル登録ありがとうございます。登場するドラミさん、何想像したのかな。いやいや、ゲームですよ、ゲーム。いやー、鶴岡さん、ごめんなさい。36歳。怪我で交代。第9球。申し訳ない。初球打ち。同様。二塁ランナーそのままホームへ向かった。あかんわ。まずは同点。もう一人帰るか。これは中崎ですわ。広島の中崎ですわ。ごめんなさい。ネクストバッターサークルには柳田。ホークスファン激怒ですがこれ。ごめんなさい。ターンタ。ワンアウトランナー二塁。ターンタ。ホークスファン怒らないで。三球目ストライク。マジで当ててしもた。立川最低だな。立川野手でも出てるの。立川二刀流っすよ。負け越しのピンチで迎えるバッターは柳田。今日の第一打席はスイングアウト。大谷と同じ感じですね。直球ストライク。ここは抑えていきたい。ああ。さすがのミート力。素晴らしい。ララララこんばんは。お、こんばんっす。しゃない。ナイスチェンジアップでワンアウトにする。素晴らしい。お、イワネームさん、こんばんは。どうも。鶴岡さん、あら、すごすぎでしょ。お父さんを返せ。お父さんを返せ。マジか、そこまでか。野球始まった。ギブソンですわ、ほんと。お、野球始まった。いいね。まあね、当てたの腰あたりですからね。まだ大丈夫、まだ大丈夫。ほっ。外れたボール。平行カウント。あ、9打ち持ち。私が節約したら、私のおかげ。オッケー。私がミスをしたら、ドラミさんのせい。何やそのジャイアン理論。ひどすぎやろ。まあ、頑張って投げていきます。オッケーナイス。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは指名打者、2点に抑えたいですね。今ガラケツで柳田作ってます。お、柳田作ってるね。二刀流が2人いる。この黄金決まったなしの道ハム。一ハム黄金決まったなし。もうその通りっすわ。バリハラもいるしやばいっすよ。優勝待ったなしですわ。殴って撃ちますって聞こえた。初号殴って殴るのはダメや。目がくらむ息子ようバタ。目がくらむ息子ようバタ。するのか。第2球投げた。いやもうデッドボールで怪我交代はあかんですね。本当にやってしまった。鶴岡さんの子供ちょっとこっち来なさい。こっち来なさい。やべえよ、怖えよ。第6球を投げた。あかん。ファイル。鶴岡の子供、お父さん。お父さん。今宮いいバッティングを見せました。ファイターズ同点のピンチを迎えます。ちょっとここ抑えたいですね。用事終わりました。大谷ヒットが、お疲れ様です。大谷ヒットナイスヒット。大谷すげえな、ほんと。次が4球目。世界大会の場でも打っていく。どうや。まあ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 、記録はヒットになりました。進塁打にならないから OK。プロ初打席ヒット。伸びのあるストレート。ちょっと待て。あ、マジか、打たれたか。1年目23歳、初打席でヒット。やりよる。2球投げた。カーバーストライク。これで追い込みました。もう、カウントはワンボール、ツーストライクです。もう、ターンタ、ターンタ、ターンタ。打ちました。アルボール。抑える。ターンタ。打ちました。取ってくれ。レフト前進。ナイス。噛みました。
いい、君たちお小遣いあげるから。お小遣いあげるから。さっきのデッドボールはお父さんが弱かったからってことにしてね。買収してる。トラウマが植えた。立川ちゃん買収してる。あかんわ。あんなの避けれない方がおかしいもの。避けれない方がおかしいもの。すごすぎる。ゲームは後半に入ります。まさに鬼畜。ゲスの極みですね。カープファンだけの味方いいね。ご飯食べるから一回見せるね。カープもいいチームだよ。おご飯いってらっしゃい。レイミラさん、立川さん、ゲス、立川ちゃんがゲス。ゲスの極み。これは完全なボール球。ターン、ターン、あっフォアボールあかんぜ。先頭バッターにフォアボールを与えます。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第9柳田走った。まあオッケー。投球ストライク。タッチはアウト。盗塁は余裕でアウト。投げました。いいね。打ちました。ピッチャー返し。取れる。掴んだ。ナイス田中健介。オッケー。これでツーアウト。ナイスキャッチ。右のバッターボックスは5番内川。今日はライトフライとセカンドフライ。ほっ。投げた。流し打ち。打たれますね。甘いとこに投げすぎ。立川さんちマリカスやな。立川さんボロカスに言われてる。あ、オッケー。取ってこれでスリーアウトチェンジ。お点ヒット怖いね。6回の表が終わっ。オッケーオッケー。とりあえず6回に失点。このままハイクオリティスタートにしたい。ちょろい。ちょろい。マジかイメージどんどん壊れるわ。立川ちゃん子供なんてちょろい。ボール第2球。それはイメージが悪くなる。切れていきます。ファール。投球これから4球目。ほっ。オッケー。ライト前に出る。取りました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは北九州の4球5球ぐらいで抑えていきたいですね。第2球投げた。うん、ナイスボール。頑張れウィス。頑張ります。ありがとう。日本代表も頑張ってほしい。サッカーもね、野球もどっちも頑張れ。マジかよ。立川最低だな。立川ちゃんすげえ。ほんと子供を買収する。ポッキーで買収。入ってないか今の。あ、ずれた。立川さん首待ったなし。アウチ。首やばいわ。日本ハム首にされちゃう。あかんわ。ここ怖いっすね。抑えてきたい。1球目空振りから2球目ストライク。これで追い込みました。カーブ投げた。打ちました。うわ、打たれる。センター前クリーンヒット。素晴らしいバッティング。柳田いいバッティングを見せる。ここ抑えて。第9打ちました。お、一球アウトはでかいぞ。今の柳田やったら笑。サードグラウンド。ボールを投げたやったら。第9カーブ決まってストライク。まずは入れてきました。お、打った。マジで。のフライですがヒット。おお、その守備はね。いやいや、だって今週2000万ぐらい持ってるんだよ。2000万持ってる。2000万持ってたらそりゃまあちょっとぐらいはあって。いやでも子供買収はあかんぜ。OK。 タッカーちゃん年俸6000万ですからね今。あべ。ターン、さターン、ターン、お父さんを返せ、お父さんを返せ。第5球投げました。流し打ち。レアード下がっていった。あぶね。第6球は無理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 。とりあえずマニュアル操作に変えます。投げました。まあまあ間違いない。何見てる。野球見てる。サッカー見てる。ポッキーの CM 見てる。いいね、CM ね。で、いくら欲しいの。中田打ちましたね。やべえ、ぎつい。あ、中田打った。大谷中田が続けて打ったらいいんじゃないか。強さ、やばい。守備がひどすぎる。1億ください。うわー、4失点か。しゃあない。1億ください。年俸6000万の立川ちゃんに。それ言っちゃいますか。胸配信見てる。ありがとう。
今日は悪くなった。1回0。まあまあ、オッケーオッケー。1回0。お、点取ったか。いいね。点取れたのはナイス。とりあえず、強化項目。ちょっと弾道見ときましょうか。あ、結構上がりますね。いい感じ、いい感じ。筒を支給。あ、すぐフォアボール。ふむふむふむ。いい感じ、いい感じ。かなりいい感じでいってる。滝本戻ってきました。なんだと？山崎滝さん。坂本楽天から。あざっす、坂本打ってくれ。いいね。あ、急速経験値が上がる。マジ？素晴らしい。坂本も続けるかな？続いてほしい。TBS の女子アナは可愛い人多い。お、今 TBS の女子アナが可愛いんか？昔フジテレビの女子アナ可愛かったけどね。最近は TBS。あ、パワータイプだから急速。あ、そういうことか。なるほど。パワーが上がるとかじゃないんだ。なるほどね。そして立川ちゃんが4番。4番打者立川ちゃん。あ、少々お待ちください。ちょっと失礼します。ドラミさんの好きな曲は何ですか？坂本。はい、戻ってきました。高速球実は。自動やりたいですね。好きな曲はね、ミスキルとかの曲も好きですよ。アニソンも結構聴いてますよ。中田のライト全ポテンシャル。せめてアホが大きくなるまですごい選手に行ってください。マジか。4番。どうか。こんばんは、初見さんです。アクセント、逆三角、アクセント。お、初見さん、ズキズキさんどうもいらっしゃい。立川ちゃん4番ですね。ご飯いってらっしゃい、唐揚げくん。唐揚げくん痛くなってきた。スライダースローカーブ、フォーク。塩。4番の立川ちゃんやっていきましょうか。打っていこう。ああ、忘れられない。立川さん30年コース確定。30年コース。素晴らしいぞ、30年コースは。4番来た。4番。いいね。ショートゴロに倒れています。投げた。打ちました。こんばんは、お疲れ様です。お疲れ様です、すんくん。いらっしゃい。あ、やば。坂本空振り三振。唐揚げくんの濃い味美味しい。知らない知らない。唐揚げくんの濃い味。濃い味って何ですか？投げた。初球空振り。かもかわいい。1対0。1対0。いいね。おいみやじどんなの、かなり気になる。いや、悩んだもんか。死を見投げてるな、結構。チャンネル登録をしました。わら。お、チャンネル登録ありがとうございます。パワーをつけたら最近最強。まあ、確かに最強だと思う。ご飯いってらっしゃい、唐揚げくんって。頭がごちゃごちゃしてきた。唐揚げくん、唐揚げが食いたくなる、ほんと。こんにちは、ナンバー岩健さん、どうもっす。ありがとう、頑張ります。うまい。打ちたいんですよね。フォアボールじゃなくてヒット打っていきたい。投げました。あー、腹減った。やられて。スライダーは好きね。やべえ、今日初のノーヒット。打ってらっしゃい、みたいな感じで食べられてくるのかな。そんな感じで食べられてくる。唐揚げくん食べられてらっしゃい。ベホマ味はさらにうまいんやろな。ちょっともう立川足早そこまで行くとわけわかんないっすわ。立川走力 A ですよ。岡島って保守できるの？岡島保守できるんじゃないですか、多分。じゃあつもりさんには立川味をあげるね。立川味まずそう。その味はない。岡島保守できる。見たことないけどね。おー、常連になるね。
いらないです。立川さんのマルコ味なんていりません。岡島キャッチャーできるんだ。さあさあさあ。どこの野球ファンですか。僕は日本ハムファンです。おお、ちゃんファンね。自分も日ハムと巨人のファンです。壊滅って聞いた。初号。安楽スライダーカーブ。アラミアジ。熱森さん。連続安打記録が途切れた時のショックはちょっと嫌わら。いやー、連続安打途切れちゃったね。内見解説にいる感じ。あ、内見解説にいるの。あ、ほんま。なんだと。日本に帰ってきてるのか。シーモネーターダメでしょ、うん、そんなわけないじゃないですか。ナイスバッティング。先頭打者ホームラン来ました。参加だよ。チームは最初に帰れるの。巨人か。チームは最初にね、選びますよ。立川さんの料理まず怖い。巨人は強いっすね。まあでも最近戦力が落ちてきてる。それ有名なんや。一発持ち。ホームラン。これはまたど真ん中きますよ。皆さんご一緒に。立川さんもう客寄せパンダじゃないな。いやもう十分立派な。立川フェスティバル。立川フェスティバルですね。今日ポッキーの日や。もう十分な日ですわ。2打席連続きた。ホームラン。ど真ん中あかんぜ。安楽さんキャッチャーとして入団してきたんですけど、コンバートで内野だったと思う。コンバートで外野だった。聖夜初指名かパワフルフェスティバール。でもコンバートしないけど、サンプリ外野なんだけど。今年広島から飛びすぎた炎症も。昨日スキセイヤ出てなかったっすか。出てなかったか。すげえ。そうか、いいね。2打席連続の立川フェスティバール。今年の広島強かったね。パワフェスティバール。パワフェスティバル。パワフルフェスティバル。立川フェスティバル。ねえ。これまだありますよ。まだありますよ。ど真ん中ヒット。フェスティバル。ご飯から帰りました。お、おかえりなさい。鈴木誠也出てましたよ。あー、うち。そうでしょ。すごいでしょ。福山さん。2打席連続はすごい。さん見直したぜ。シュートスライダーチェンジアップ。シュートスライダーチェンジアップ。いやボール球振っての三振は痛いですね。スタメンで出てた。これがドラミさんがすごいんじゃなくて僕がすごいんだからね。立川ちゃんがすごい。三振でのタイプが、まあ、どまったかどうかね。カープのライファンにね、昨日鈴木誠也が、まあ、タイムリーだったんですよね。2、3だ。お、今侍ジャパンズメキシコの試合見ています。わら。お、メキシコいいね。鈴木誠也スタメンだった。スライダーにチェンジアップ、ナックルほどの魔球はない。わら。チェンジアップとナックルはまあ打ちづらいっす。ほんと今日何時くらいまで実況しますか。今日3本目のホームラン来た。ホームランライフですが、M9 クリア立川さんくらいやないの。今日は8時半頃までを予定しました。三振。今のフライはドラギさんのミス。確かにその通り。自分のミスですわ。今日はマイライフっすよ。立川さんナイス。今日ホームラン3つ。大谷のバッティング半端ないっすわ。だけどレアード。立川フェスティバル。だけどレアードか。ご飯なのでちょっと抜けます。お、ご飯いってらっしゃい。ご飯、ご飯リーダー。いいね。来たよ。ご覧ください。3本ホームラン。4だと。お、ポポポポーさん、どうもっす。ポケモン最新作発売している海外が羨ましい。あ、もう発売してんだ。このホームランは私のご手柄。ね、私の3本ホームラン大活躍。どこ取りやないか。三者凡退に抑える。立川ちゃんマジナイスパッティング。巨人山口取るんですかね。来てる来てる。用事あるんでまた今度。4勝大谷選手。立川さんジャイアン説。来てる来てる。パークは菊池と鈴木が出てますね。ジャイアンだと。明日ポケモンが新しいやつですか。知ってる人。サンドムーンいいね。サンドムーンはいいよ。どうしようかな。電話していこうか。福
岡にいる。違う。宮城にいる。栄冠ラインで北海道の代表でマシンガン打線です。マシンガン打線ね。夜ご飯食べてくる。煮込み違い来た。湯入ってらっしゃい。カープは菊池と鈴木が出てる。なるほど、なるほど。まあ、菊池はもうスタメン確定ですよね。守備力あるし。巨人山口取るかどうかはわからない。森福は絶対に取ると思います。唐島。スライダー、カットボール、カーブ、チェンジアップ、142キロ。山口取るかな。僕の地域はまだ残念ではないです。夜の特訓してください。取り込み違いやわどういうことや。菊池の守備力はもうあれいい意味で気違いじみてる。山田サード大丈夫なのかな。菊池の守備力は本当にすごいですよ。投げました。もう忍者って言われてますからね。何言ってるんですか。本当にその通りだと思う。熱平さん、山田サードはまあ大丈夫じゃないですか。9打点です。キャッチング上手い選手ですからね。カード大事だと思う。149打点はやばい。40分間入団交渉したらしい。40分電話もしたらしい。電話もした。立川さんが可愛いって言いました。来るかな。まあ多分来るか。そしたらチェンジアップ。第4球はやたらとすれば私がしてあげよう。突進するほどでもない熱森さん、チャンネル登録しました。お、チャンネル登録ありがとう。ツーシーム。ワンちゃんが今日も寝てますか。ベスト4は今日の取り合いの甲子園です。こっちをじーっと見てます。ありがとう熱生さん大好き。あいつ何喋ってんだみたいな。いらないくらい多分思ってんだろうな。仕方ないな。あいつ一人で何喋ってんだみたいな。そんな目で見てますよ。また牽制、一塁タッチセーフ。石橋。あつ森さんは強い。まあ確かに十分強いわ。そういうことです。巨人山口取ってどう使うんだろう。すごい。山口取ったらでも先発でしか使えないですよね。監督なんだってね。これでも料理下手くそ派だからお名前にしたらもう用なしかな。FE 交渉で多分山口先発でしか使わないようなそういう契約するだろうし、ね、中継ぎで使いたいんですよね。できればね。やられた。もう一打席もあっちゃフォークカーブ。山口ビレーチャイマスノン。スラーブか。鈴木誠也ショートゴロ。山口ビレーがある。ありますかね、山口。抑えにって記事見たけど、しょぼーん。あ、抑えにっていう記事がある。それもありかもしれない。沢村先発に戻してもありかもしれない。だったら、クロックアップ。バトルフィールドの実況しますか、今日。バトルフィールドもね、まあ、やってますね。そこそこやってます。カーブフォークっていう球ありますか。カーブフォーク、いや、それは初めて聞きますわ。いつもの様に参上。ただいま。いつものように参上。ヨムさん、いらっしゃい、どうも。甲子園に優勝します。お、大北さん、お帰りなさい。日本はね、中田のヒットで先制でしたっけ。おかえりごじいたさん。沢村は、でもまあ、どっかで使いたいですよね。今山手線自分のピッチングはしてると俺は。良いですね。山手線。いいね。ごじいたさん。あー、ロッテの石川じゃんか。あ、岩県、アイコン変えました。ついに来た。スライダーズロックカー、高速進化、強い。ごじいたさん、立川さんが大好きだって、これで立川さんを向こうに。1-0 時とかそこら辺でできたらお願いします。早かったり遅かったりで見れなかったので。あ、了解です。立川、いい加減しろよ。できる時にやっていきます。ロッテの石川はね、富山出身なんですよ。沢村は先発なのに2球が発動するんですか。先発であの逃げ球が発動。まあ逃げ球発動してもね、いいんじゃないの。ロッテ強えよ。トップバッターは立川。ナイスバッティング。オッケー。弾道上げたいな。本当弾道が上がんないとちょっと辛い。
追う展開で迎える6回です。ワンアウトランナーなしという場面で立川ドロップカーブやばい、ドロップカーブが本当にやばいな。石川は富山県出身の選手です。上位からパワー A です。久々に栄冠で重要打線できました。はい、あつまりです。立川ちゃん同調に優しくしなくていいのよ。まだ分かってないとは愚かなバカとしか言いようがないが、田口にはいいピッチングを期待したい。タクシーが多くいいピッチングを期待したいね。マウンドからベンチ向かって馬飛んでくるって相当怖い光景。マウンドからベンチ向かって、確かに怖いっすね。こっち来んのかよみたいな。石川なのに富山とは来れタコに。これタコにバッと来られた。あとジータさんいた。元にいたに。サンダカンプやられた。バッと来られたか。いいバットだったんだけどな。こんばんは。バントバットがなくなった。お、こんばんす、どうも。バントバットがなくなる。つらい。お、もみさかさん、どうもす、こんばんは。その点にしなさい。これ、いかに、これ、タコに。石川なのに富山と、富山県出身なんですよ。札幌ドームです。北海道に。立川はいつでもサイン無視。サイン無視。でもバントしてないですよね。バント、バントバットだけどバントをしてない。1年ぶりに栄冠甲子園決勝進出です。いいかな。今日はマイライフなんですね。今日はマイライフやってます。秋元さんかっこいい。こんな感じでね、マイライフでピッチングの練習をする。僕この BGM 好きです。この BGM 好き。よかったよかった、この BGM 好きで。ちょっと痛い人。投げました。打った流し打ち。滝本さん子悪いですね。第3球を投げました。打った。穏便に行きましょう。翔や穏便に。バントしなきゃ。バントしなきゃいけなかったのかな。ストレートはもうインハイ。バントバント。滝本さん喧嘩はダメですよ。抑えねえな。ピッチャー返し。中島取った。一塁抑えろ。うーん、内野安打素晴らしい。してない。角中、バワテスの鬼からマイライフの鬼も追加。角中はね、石川県の七尾っていうところ出身ですね。積極盗塁持ってますね。盗塁し、マイライフの鬼も追加。マイライフもやっちまった。最新作金曜まで待ってない。早く発売してくれ。ごめんなさい、デスパイでマジごめんなさい。角当たって強化の手続きに低い気がする。いや、角中はいい選手ですよ、本当。オリジナル変化球でマー君のスプリット作ったらめっちゃブレーキがかかった。あ、そっか、そこら辺もオリジナル変化球ありですね。七尾ですか、城があるところですね。喧嘩するなら私の手作りスープを食べれば仲良くなれる。仲良くなれるね、手作りスープ。デスパイネ能力飲んでいこうや。デスパイネの子供、お父さんを返せ。お父さんを返せ。返せ。大丈夫大丈夫。まだ試合に出れるだけの体力はある。またやっちゃった。またやっちゃった。本当だよ。はいはい、お小遣いお小遣い。お小遣いお小遣い。すべてを金、すべて金で解決していく立川ちゃん。マジ下水は。こういう言葉ありますよね。二度あることは三度あるって。三度ある。あかん、三度目あかん。いらない。どうや？ナイス、ナイスプレイ。三度目はいけないです。デッドボール三つ目はいけないです。キレのある変化球。ボール。アウトコース高め。まさかのデッドボールですよ。カウントはワンボールワンストライクです。打ちました。ちょっとずれてきてますね。3、OK。立川さんか。立川さん。立川ちゃん。何が何だ、ミャンマー仮面、王バックスラッシュ。ただの目は、一寸先は闇。一寸先は闇。そこまで。投球これから4球目。どうや？今日は BS1 やります。どうや？ライト前進。バトルフィールドはね、いつもフレンドさんとほぼ毎日やってます。放送するかどうかは分かんないです。またやらかすって記事が
立川またややらかし出そうですね。D スポーツとかにかかりそうな気がします。客、おいこのチキンやろう。観客、今年立川ちゃんクイックうまいな。ファンさん、クイックがうまい。今年は今年はまあまあかな。ターンタンとターンタとターンタ天性アーツへターンタ皆さんそんな記事書かせないように裏で賄賂を。ゲフンゲフン黄金チキンがいないよ。日本あーバントシフト引いてね。甲子園決勝1年ピッチャー長ややこしいです。ピッチャーややこしいです。ご飯軽く食いましたね。ここ押さえて立川さん下手すぎて下手すぎてあー先制されたか。しゃあない。ナイスバッティン。さあさあさあここは抑えたいところだが立川ちゃんが金を稼いで変わってしまったのだ。金を稼いで年俸今6000万ですからね。ナイス。人は金があると変わる。金があると変わって変わらないって言ってほしかった。おっ、おっ、違うか。分かってしまうか。世の中金と知恵ですよ。怖え。まあまあまあフォアボールじゃない。ランナー2人を置いて迎えるバッターはナバー。スタミナがね。立川さんそれバクマンでもあったような。投球はこれから3球目。3球目空振り。ワンボール2ストライク。追い込んでいます。気をつける。でも変わらないものもあると思います。変わらないものもあるね。第6球を一塁ランナー立川さんを首にしないと真っ黒になってしまう。真っ黒になる。あ、熱戦さん真っ黒になるんだ。プライスです。最初のバッターボックス。プライスです。プライス。2球目ストライク。キレのある変化球。立川さん知ってますよ。彼とチームですよ。ストレートはもう外角高め。カウントは2ボール2ストライク。オッケーです。低め。空振り三振。2者連続三振。バックマンか。投げました。チェンジアップ見送ってストライク。バックマンは昔読んでたな。インハイへ。さあ2ストライク追い込んだ。オッケーです三振。これは5イニング投げれるかな。最低でも5イニング投げないと先発としてのみたいなことなんか言われて。たったコッキーを食いながらジュースをガブ飲みしてる。ジュースガブ飲みね。コッキーコッキーを食いながらジュースガブ飲み。こんばんは。今日コンビニでの買い物の合計金額が3.5円でレジでプチッと笑ってしまった。ドイテツオです。以下省略。パワープロ系。秋元さん知らないですが、残念です。3.4ですか。こんばんは。なんでや。3.4はやべえや。阪神関係ないやろ。打ちました。引っ掛けた。中田下がっていった。あーっと。打ったバッターは一塁決定。3.4になります。なんでや阪神関係ないやろ。やられたマジかこれ。4失点かやべえ。クイック見切った。あつ森いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。バクマンの作者が同一人物っていうのを知った時は衝撃だった。そうですのことね。アクセント無実はなんだよな。まあいいいい勝ち方しますよあの人は。膝元外れます。2球目ストレーク。ターンタターンタターンタ。野球はよく見てますね。わらターンタ。こんにちは竹内です。オッケー。お、竹内くんいらっしゃい。どうもって竹内さん。でもどうも。第9アウトローへストライク。怖いよこれ。アクセントマイナスアクセント。そこに触れるでない。1つ外してボール。カウント1ボール2ストライク。やっちまったか。投げた。あーかん。変えられる。皆さんこんばんは。4回3分の2投げて4失点。これはいけない。スタミナ A なのに5回も単価。5回もとなかった。こんばんは。もう少しイニングを稼いでほしかった。まあ取り合いますよね。ファンには171人も減る。トイ君こんばんは。細谷の子供お父さんを返せー。
お父さんを返せ。あ、日本に手を入れてるよ。うわぁ、隠してるつもりもないけどね。土井さん、こんばんは。最近こんばんは。防御率が、だんだん上がってきた。やばい。土井くんにも、立川スープ、やばいぞ。トミさん、こんばんは、ナブラ。これはまた、ターン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 って言いまくらないといけないのか。いけないのかもしれない。ワンアウトランナー一塁という場面で、立川。まっすぐに送って、バックインか。バックインって、カット、カーブ、デスノートの作者とバクマンの作者は一緒。そう、作者一緒っすよ。優勝届かず。やられた。そして、ヒカルのゴム。ヒカルのゴム、そう。ヒカルのゴム昔読んでましたよ。それで結構こうね、やってたんすよ。ファイターズの攻撃。先頭バッターは立川。アクセントマイナスは面白かったな。僕は面白かった。このくだりも鉄板になってきたな。このくだりも鉄板。秋元さん何怒ってるでやんか。僕にも立川スープくれ。枠井しょっぱくなると嫌な。いや、枠井くん強いよ。この微妙な変化が辛い。まあ、ここで次の代は優勝です。あれ、主人公の性別は男ですか、女ですか。一応女の子のつもりでやってます。大丈夫。一応女の子だよ。昨日山口館に。うわぁ、ファーキングプレイすぎる。おいおい、立川ちゃん4番やないか。やられた。というか、YouTube が今日も通知送ってこなかったんだが、大谷二塁だ。マジか、YouTube 通知送らないか。立川スープは、え、丸いかの匂いがプンプンするからな。なんかあんのかな。長打、警戒してるんで見といていきます。うわぁ、立川無双しやがれ。4タコ。岡田の守備はうまい。やられた。岡田さん、さすがっすね。あれを取るか、みたいな。まあ、しゃあない。あつ森はクールに去るぜ。ファンがどんどん減ってくる。ちょっと。具材はじゃがいも、人参、ナス、玉ねぎ、レタス。玉ねぎ、レタス。レタス。レタス。お、誰だ？石崎さん。おせっかい焼きのスピードややめときます。今日はゴジラが来てもポッキーを配る。カレーやないですね。ジャガイモにいなくたまりに出た。あれ普通。守備の鬼岡田。今日はゴジラが来てもポッキーを配る。ポッキー配っていきましょうや。レタスは謎だけど。レタスは謎。ちょっと料理が思い浮かばないですね。さあ、肉じゃが3万を切っていくよ。最初ね、パワー型にしていきます。お、こんばんは、どうも。アクセント。ウゴジラ怪獣大乱闘とか N ゲーム。西崎そんなゲームが昔ありましたね。キャベツ。3のエース。バズドラ弱い。どんどん持っていきます。キャベツ。レタスとキャベツは全然違うぞ。立川さん料理したことないな。すいません、あの、近くでね、あの、今、ご飯作ってるんで、飯の音、炒め物の音が聞こえます。ね、ご飯の音聞こえますけど、そんな中、パワープレイやっていきます。カレー作るぞ。ご了承ください。カレー作っていこう。誰が作ってるんですか？いや、家族でね、作ってますよ。台所にね、ゲームがあるんですよ。まさかの台所にゲームが置いてあって。そこでやってます。最初雨かと思った。雨ではない。申し訳ない。どうも。今来ました、絵文字。お、七海さんどうもって。今日は何時までやるんですか？今日8時半頃までを考えてます。わかります。大地もね、特製料理。メステロとは、まあ、考えるじゃないか。メステロ申し訳ない。に名門帰ったので少女同士。お、名門。名門いいっすね。山口さんの料理もまずいはず。これツーベースじゃない。フェンスまで行ってツーベースではない、総局へ。辛いね。
追う展開で迎える5回です。先ほどヒットを放っている立川、なかなかね、滝本さんの料理がまずいかな、バッターの足元バーテスしないんですか、パーフィさんまた来たかな、やっていきます。今日はね、ツイッターアンケートやっていきます。ませんからね、ナイスバッティング。今日はね、ツイッターアンケートでね、次回パーフェスの育成キャラアンケートやってるんで、皆さん投票よろしくお願いします。ファイターズ追う展開で迎える7回です。今日2本のヒットを放っている立川、セミの抜け殻って栄養アンド初球ストライクからあんまなさそう。ナイスヒット、オッケー、これを混ぜる。さあ、立川さん、大谷君よりよっぽど優秀な二刀流だよな。コントロールいいからね。は鍋に伝説のマイク入れるんでうまいですよ。初見です。入れすぎやろ。読んだ。お、初見さんどうも。で、私はここをだ。秋の大会前登板いいです。カーブ。セミの抜け殻混ぜちゃうた。ストレート。セミって高タンパクなんだっけ。ホームランにならないのは弾道が低いからじゃないんですか。ね、だから今弾道をね上げていこうとしてます。頑張ります。フォアボールでも何でもいい、出塁するぞ。ほっ、ど真ん中ヒットかーい。アクセントマイナスアクセント、ほっ、この人にスライドはないのか。オッケー、熱森さん自分だけというかと分かりますか。さあ、ツーアウトから同点のランナーで、セミか、セミやな。山口さんかわいそうな人やな。セミはタンパク質はあると思うけど、12勝1敗ついに有原に負けがついた。おかえり。4連勝ならず。できた、誰か食う人いる。それは食えないわ。おかえり。さあ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 。ここもまだ。アクセントマイナスアクセント。体質を変えていこうか。肉じゃがいきます。反応した人。弾道だけ上げたいなら練習メニュー変えればいいですよ。今練習メニュー変えてます。山内って誰？弾道経験値ね、今上げてます。3にしたい。4にすると、ちょっと怖いんで、3が一番いいかな。この球場広いから、安打製造機の方が良さそうだけどね。まあ、そうですよね。なかなかホームランにならない球場。山口さんも風光さんも知りませんね。グッサン。いやいや、私はクソ高だぞ。クソコウさんイコール山口さんイコールグッサン。札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズだ。よーし、アップ。西さんはどこの球団のファンですか。弾道なかなか上がらないですよ。ツーシーム、オッケー。弾道なかなか上がらない。なるほど。誰も食わないなら俺が食うよ。自分はね、巨人と日ハムのファンです。アクセントマイナスアクセント。まあなので今シーズンは面白いなんですがゲームでした。あの立川さんの弾道がビンビンに面白いシーズンでした。投げました。弾道ね、3にしたいですね。やっぱワンボールワンストライク。投げました。おっ、ツーベースでしょう。オッケー。食ってみろ、死ぬぞ。私が男の山口鍋を作ってやろう。山口鍋。札幌ドームでホームランを打つ女の子がいるらしい。女の子がいるらしい。先頭バッターは立川。神スイングってやつですね。いや、無理か。無理ですね。うん。なかなかうまい。なかなかうまい。いい。闇鍋が中苦心。新チームの4番は片岡篤史です。中距離打者って感じですよね。山口鍋うまそう。どうや、嘘つけ。無理か、無理か。またもや選手直撃。ドラミさんの場合、巨人の石川ファンというより坂本、大谷ファンやろ、わら。いやいや、チームも応援しますよ。確かに坂本、大谷はこの中でも確実にファンです。いやでもの、ジャンジャン言う。それは闇鍋注文じゃないか。あ、違うか。闇鍋ではないか。まずは納豆とチーズ。オッケー、チーズケーキ、伝説のマイクを鍋に入れるでやんす。死は100点といくだろうね。今日更新したけど。それはカオスですよ。はい、泥まみれの野球ボール。この動画に下ネタはいらんだよ。楽天いっちゃう。楽天か。はい、ちーちゃんのメガネだぞ。
ちちゃメガネ、ちちゃメガネなかったら、かわいい、かわいいかな。ソースの味して美味しい。パスポーちゃん左投げなのに右打ちだとリスク高いよね。左投げ右打ち、本当リスク高いと思う。大谷のソースよね。よし。右投げ左打ちはリスクでかいと思う。滝本さん下ネタダメ。矢部くんの汗まみれのユニフォーム。これはやらんぞ。汗まみれユニフォーム。それは赤。マジな話でゴキブリの羽ってエビの殻と同じ成分だから体にいいらしいです。いや体にいいんだ、よこせ、体にいいんだ、あんただよ。水鳥さんのメガネ、わら。こうはまだ肉じゃがでどん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 ね、体質変えてきます。お、ひたかたくんこんばんす、どうも。マイクも入れよう提案。アンドロメダゴーグルマイクはやばいよ。こんばんは。さあリビングやっていきます。こんばんは。よこせ、く、うわ、ごつ、入れてますよ、わら。伝説のマイク、もういや。お、メキシコが、ないだろう、体にいいからと言って食べるからまた別。でも中国のは完全食用だからね。完全食用いいね。まずは入れてきました。まあね、人間食べようと思ったら何でも食べれるんですよね。それがすごいとこやと思う。おー、やばくねえか。なんだと、中田中田、返事がない、ただの屍のようだ。山口くんが山口くんにやられてる。ノーアウトランナー2塁、第9、まあ、確かに体にいいからといって食べるかはまた別。そのとおりさんの弾道いつになったら上がるんや。これはもうやましい本を読むしか。やましい本を読んだら一発で上がる。まだ 2.3 メートル。山口さんがお亡くなりに。ちょっと待ってね、やばいぞこれ。次は5球目、アウト。バッターは4番 T 岡田。いい岡田が4番か。中田はエラーを。オッケー。どうや？オッケー。セーフ。オッケー。ダブルプレーなりません。今の右手も入れよう。で次。まずは決めてきました。打ってくれない。入らない。最後の力を振り絞って。ダイイングメッセージを。ダイイングミス。ダイイングミス。何を伝えたいんですか。この料理はまずかったって。先頭バッターは DH の萩原第2球投げました。ダイレクトメッセージだと。これはまさか犯人の名前。うかつ中国の市場では熊の右手が売られているらしいです。マジ。ここはバント失敗させたい。ほっ、右鉄砲だそうだ。山口さんが犯人だ。山口さんがチェンジアップを2にしたいね。何なのか、チェンジアップレベル2にしたいですね。2にするだけでも全然違うと思う。ミズビー、まさかミズドリ、こんばんは。ミズドリか、ミズドリ役か。お、タツさんどうもこんばんは、いらっしゃい。いやー、滝本取れるか。暴言ダメです。 OK ナイスキャッチ。ボールは中継、これでツーアウト。うん、あまりにひどい暴言だとちょっとブロックさせていただきますよ。最初あの水色の娘かと思った。自分も、いや山口さんでしょ。最近思うんですちゃんかと思った。どうや、そのあれだなんて言うんだって。 OK ナイスキャッチ。2回の表が終わって1対0ファイターズ1点リードは変わります。あれだなんて言うんだっけ。俺も一瞬水木かと思った。こんばんは、水木ちゃんかと思った。ほんとお、ごはんさんどうもこんばんは。やばい、よーし、ご飯移動しが下手くそになってる。しっとご飯いってらっしゃい。いやいや、山口さんだって。宮本くん、どうや、オッケー。お、宮本くんいらっしゃい、どうも。滝本さんにダメでやんきよう。ドラミさんは自炊しますか。自炊ね、一人暮らしの時やってましたね。腹減ってびい。ごめんなさい、5年続けるとリストラすんません。あと蜂の卵、いいやり、蜂の卵。そこら辺栄養ありそうやな。生き返ってるじゃないか。
もう回避はないか。応援続けたらブロックされますよ。伊藤、第1打席はフォアボール。第2球投げました、直球ストライク。分かった、軽く追い込んでまいりました。第4球を投げました、アウトロー、際どい球、ボール、わずかに外れました。日本1点取った。第6球を日本また点取った。山口さん、俺はブロックなりだぞ。ほんまや、ナイス。ニソリ君ブロック丸。いいね。ブロック丸の効果って体当たり能力的な意味だぞ。だとしても体当たりあっても確か 20% の、8割の確率で抑えるんですよね、ブロックは。 100% じゃないんだよな。今日の晩飯は何ですか。晩飯、今日の晩飯なんだろう。さっき軽く食ったのは昼の残りなんですよ。ゴリさん、さすがやな。昼の残りを軽く食っただけなんで、ゴリゾンルール。今作ってましたね。ターン、ターン。やばい。コリジョンルール。俺の体当たりは体当たりはダメや。コリジョンルールを忘れたらあかん。フォアボールが多い。もう一度ダイイングメッセージを。でも今のプロ野球ではブロック禁止だからな。そう。地球とホームランには別に金がついてるそうだな。俺の晩飯は試し。怪我が怖いからね。犯人は俺の前山口さんがちいちゃんを殺して罪滅ぼしで死んだんだ。あつ森さんなんで生き返った。よしよし、いかんいかん。ファミシャファミチキファミチキね。先頭バッターは島田、第1打席はファールフライ。ちいちゃんとホムランには鉄の壁がついてる。それはセクハラじゃないか。うなじが止まりません。7時くらいから水鳥さん、まさかそれ胸の滝じゃ。それ出血量やばくない？大丈夫？滝本さん、ドラム。ポッキーの日だからポッキー食べまくったら、ヒギから鼻血が止まらん。次が5球目。出血量やばそう。熱森さんと、ダイイングメッセージまさか。これはわずかに外れています。カウント2ボール2ストライク。来てくれない。ほっ。落ちます。打ちました。内野ゴロ。お、お疲れ様です、北方くん。それね、話まず止めてください。お大事に。気づけ、ボジータさん、ドラミちゃんだな。そんなわけないじゃないか、クレームへ。何怒ってるんすか、滝本さん、わら。流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。第5球、投げた、ボール。ドラミ、ターン、ターン。水鳥さん、下ネタだね。オッケー。熱いよ、いいぞ、もっとやれ。どっちやねん、熱森さん。熱森さん、ど。ターン、ターン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 。噂だから、震え声。ターン、ターン。オッケー。空振り三振。バッターはトップに帰って、足立。何の噂？秋も打撃陣が安定してます。ドラえもんの妹のホームドラミちゃんだな。なんか生き返ったわ。なんか生き返っていいね。元気があれば何でもできるって言ってた人はまいた。帰って。この回の先頭バッターは俊太。今日は佐藤さんにザオリ引っ掛けたやつ誰だ。ターン、ターン。見送ってストライク。ターン、ターン。切れてるね。ほら、天の剣じゃ。ターン、ターン。操作設定変えたらどうですか。コントロール A もあるんだった。いやいや、これは二通しの練習という意味合いもあるんで、操作設定はこのままでいきます。やっぱね、ピッチング下手くそなんで。水鳥さんは小高の腰見てなんか言ってたからな。うえー、腰やばいね。ピッチングまだまだね、練習必要なんですよ。ターン、タ、ターン、タ、ターン、タ。危な。ターン、タ。俺は何も言ってないぞ。よし、三振、オッケー。暗い山口さん、ライダーキック。よし。よし、ナイスクイックへ。素晴らしい。水鳥さん、パワテスのイベントの話です。やられた。
何気にキーマイナスを差が4番打者でバント曲がるのか。ちょっと太ってるぞっていう言えるでしょうね。やばいことになりそう。ミレイちゃんのイベント今防御率 2.31。 声がしみるけどバーティに足ないからな。処方足がない。確かに足がない。あー打たれた。取れる大谷なら取れない。ナイス大谷方。オッケー押さえてくれる。素晴らしい。10分終わったんで今から見ます。お塾お疲れ様です。いや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 、ピンチですね。カーンかカーンか振ってくれね。オッケーね。めっちゃコントロールずれたけどボール球でよかったね。ナイスナイス味方。ターンターン。ターンターン。大谷の肩じゃ二塁からそのまま突っ込むのが無理。でもそれは違う水鳥だから気にするな。甘い。いやー甘いとこ投げた。もったいない。クロックアップ。痛いですか、わら。残像だ。危ないね。ちょっと落ちます。お、了解です。お疲れ様です。センターへ上がった。ボールは中継。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。投げました。初球決まってストライク。伸びのあるストレート。二球目ストライク。これで追い込みました。ストレート。よし、ガヤ前進とかできるんですか。ガヤ前進。ああ、前進できますよ。どっちでもできる。第1球。よいしょ。初球空振り。パワー2といいか。でもランナー1塁にいるし、まあ定位置でいいですね。外野はここは定位置でいきます。ゴールド勝ち系14回目の地区大会出場です。おおやられた。ゴールド勝ちいいね。シュいいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。初球流し、これナイスキャッチ。ヤードワイヤートルネードだ。ナイス守備。つらい。助かった。いやなんとかなんとか踏ん張って抑えてるって感じ。あぶね。ターンターン。お尻をフリフリすれば美味しいふりかけだ。おおバックスラッシュ。美味しいふりかけいいの。ダークトルネード。あかーんが。オッケー。あぶねラッキー。これでワンアウト。ランナーはありません。第9投げた。初球空振り。少し迷ったか。投げた。打ちました。取れるか。無理か。残念。ここを抑えたいですね。無理かな。鼻詰まりがひどい。鼻詰まりお大事にしてください。本当なんかね鼻うがいするといいらしいっすよ。危なっ。じゃあマニュアル操作でいきます。第2球ランナースタート。よし、なんだと。キャッチャー誰だよ。どうや山口君か知らないか。漏れるって何が漏れるの。何が漏れるの。本当にそれ漏れる。いい選手っすよ本当。レオキラーいいね。なんか今さらですけどご飯準備してる横で配信して準備してる側の心境が気になる。わら。これはキャッチャーに。ご飯準備してる横で配信してますよ。もうご飯できたみたいですね。よし。もうムカつくんで抜けます。お疲れ様でした。あ、秋元くんお疲れ様でした。アクセント、おーアクセント。返事がないただの屍のようだ。涙が漏れる。涙が漏れる。フローチします。お、フローいってらっしゃい。じゃ水鳥くんはマジでピュアですわ。ありがとう。唯一の良心。なんだと。何時くらいまでやりますか。立川がついにプロ2年目にして二刀流のツケが回ってきたか。大丈夫か。
大丈夫かこれ。え？立川さん、しょぼーい。永遠の眠りにつきます。え？この配信にももう来れません。皆さん今までありがとうございました。山口くん。お帰りなさい。山口くん、永遠の眠りマジかよ。悲しいぜ。え？交代したのに、あれ？怪我は？ちょっと怖いんでマルチビタミンゴールド使っときます。え、どういうこと？じゃあまた明日。また明日。ぐっさんまた明日。そのくだり2回目っすよ。マジか。怪我なかったね。よかったよかった。ファイターズ先制のチャンスです。よーし。よしか。やってきます。第2球投げた。スライダー。第3球を投げた。危ない球。フォーク。第4球を投げた。見送ってストレート。こんばんはです。そばやさんこんばんはです。また明日って笑。また明日。また明日らしいっすよ。フォアボールナイス。いい感じいい感じ。ランナーランナー一塁という場面で立川最初のバッターボックスはフォアボール。タッチはセーフ。どうしましょうか。バントとか決めるのもあり。こんばんは上野です。お上野さんどうもっす。こんばんは。一塁牽制タッチセーフ。則本第3ランナーをちょっと待ってね今一塁タッチセーフ。第2球投げました。もう打てるかな。ボールのストライクです。第3球を投げました。打てんかった。バントすりゃよかったな。センター方向へ持っていき取りました。まあまあ OKOK。 さあ4番立川ちゃん。ノーアウトランナー1塁という場面で立川今日はフォアボールのセンターフライ投げた。ボールバントもありっちゃある。一塁へ一つ牽制球を送りました。肩越しにランナー見た。インコース高めボール。バントもありっちゃある。どうしようかな。一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。則本かなりランナーの動きを警戒しています。うわーショートライナー。マジか。これでワンナウト。弾道引く。則本7回の裏ファイターズラッキーセカンド攻撃。福山さんシュートチェンジアップし高速スライダー。第9投げた。高速スライダー見送ってストライク。第2怪我で試合途中交代しても怪我にならない時って合うんですね。うん知らなかった。投げた打ちました。ナイスバッティング OK。 立川ナイスバッティング。8回の裏ファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターは立川アウトコース高め。しばしカットボールにスラッシュシーン。第2球投げました。カットボールはボール。こうやってマイライフでいろんな球種のピッチャーと対戦するのも打ったいいもんですね。左中間へ持っていきましたがレフト掴みました。これでワンアウト。ワンヒットワンフォアボール2失礼。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。ヒット10本歌いながら大活躍でした。勝利投手8回素晴らしい。大谷強えな。ノーマルスパイクがなくなる。きっと野五郎くんみたいに我慢してる立川さん。そう我慢してるんすかね。立川ちゃん肘の痛み我慢したらダメだよ。めちゃくちゃ苦手。変化球打ちは練習しといた方がいいっすよ。やっぱり変化球はね球の球速が遅い分タイミングさえ合えば結構打ちやすい球でもあると思うんで。うん第2球投げました。スライダーボールカウンター2ボールのストライク。第3球練習あるのにすよ。危ない球
自分も練習します。次は4球目、投げました、ストレート、無理だねあれはきつい、投げました、打った、ストレートが難しいんですよね。ボールを取る、見まとってアウト。ファイターズこの回1番からの高打順になります。右バッターボックスはトップバッターの立川、オッケーなヒット、抜けた、立川いいバッティ。さあどうだ、点取られるんかい。3回で迎える5回です。ワンアウトランナーなしという場面で立川ボール1球外します。第2球投げた、見送ってストライク。第3球はうわずれた、落下点に入った、残念。藤田掴みました。ここで練習して慌てずに生かすんですね。あ、そうですよ皆さん、ここで練習して頑張って。今日初めて桃転がしやったが下手でも普通にオール S になるな。練習は重要ですからね。カウントはワンボールワンストライクです。コモロコロがすぎる。これは内野ゴロ。藤田掴んだ。でもオール S 行くか。これでツーアウト。やっぱホモコロが強いわ。ファイターズここはなんとか打ちたい。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で立川。今日は打てるか。コントロール B、シュート、チェンジアップ、スライダー。チェンジアップ持ち。初球ストライクから大学に送ってシュートエッグ。年間2年でオール B です。投げた、オール B ね、ナイスヒット、ライトへ持っていった、素晴らしい。立川ナイスバッティング。さあ頼むぞ後続、さよなら勝ち、さよなら満塁ホームラン。マイドです。お、サンタマリアさんマイドです。どうも、本日のヒーローたち、西川がやりました。今日は2人とも大活躍でした。西川が劇的サヨナラグランドスライム、日本シリーズやんけ。アイスス西川満塁男つくんじゃね、栄冠の鬼だ。サンタマリアさんどうっす。いや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 、いい感じっすわ本当。日本シリーズの再来、サンタマリアさん、シリーズですね、これね。サンタさん体調を壊しました。アマゾネスモブで1号6キロ BF 装填8がいました。モブで156キロ。コントロール B、装填8。強いモブだね。パーフェスにそういう選手が出てきてほしい。日本シリーズ再編、再現来ましたね。さよならグランドスラム、素晴らしい、本当に素晴らしい。さあさあさあ、1回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。ブリガン、先頭バッターは立川、少々お待ち。スライダーフォーク、152キロ伸び F、 伸び F ならストレート狙っていってもいいかもしれない。投げた、2球目ストライク。いや十分早いわ。第3球を投げた、無理か、無理やな。掴みました、ナイス守備。1番ファイターズ追う展開で迎える。さあ立川1番バッターは立川、第1番どうや、取られるんかい。残念。さあ打っていきたい。うわあ、今のはホームランボール、合わせることができない。チャンスに弱え。さあ落ち着いてね。ジャークな熱盛が帰ってきました。ジャークな熱盛、リベンジ、リベンジ熱盛ですね。リベンジャーズ熱盛が帰ってきてくれた。おかえりなさい。サンタマリアさん、こんばんは。藤田は守備の名手だからね。仕方ない。仕方ないですね。あれ取られるんですね。守備確認確かついてましたよね。いい選手だ。4球目空振り。投球これから5球目。縦のスライダー。空振り三振。低めの変化球に。ひどすぎるね今の。さあさよならチャンス来た。金と
スライダーシュートパーム。パーム。第9投げました。外れたボール。さよなら打てるか。振り返って二塁牽制球。頼むぞ。投げました。見送ってストライク。スライダーシュートパーム。二塁牽制。タッチはセーフ。二塁はセーフ。第3球を投げました。打ちました。あっぶね。ファウルボール。追い込んで第4球を打ちました。あっぶね。スライダーシュートパーム。第5球投げた。打った。あっぶね。投げた。ボール。カウント2ボール2ストライクです。第7球を投げた。内角へのスライダー。空振り三振。最後は打てね。1番ファイターズ、ここはなんとか追いつきたい。またもやチャンス。ランナー1塁2塁という安楽。ここまで2打席連続三振。第2球投げた。登板きました。あ、マジで。地区大会初戦ホールド突破です。これは調子が悪いですわ。お、地区大会コールド突破いいね。マスさんお帰りなさい。いやー、チャンスで打てない立川ちゃん。これは特訓が必要。6打数0。お、これからは3番起用。来ましたね。愛そぶ。ついに3番に。急げ。いや、ついにね、3番来ましたよ、これ。とりあえず肉じゃが。皆様どうもっす。どうもっす。6の0はひどいが、3番獲得できたのは大きい。ここは。本田さんゲームせずに寝てください。不統合不統合。ハンバーゲー行こう。ゲームせずに寝てください。そんなに遅くまでやってたんですか昨日は。3位に選ばれた。やったね。オールスター3位。オールスターやばくね。大谷有原立川2チャム2チャム2チャム。4位5位がセーブセーブ。他のチームひどすぎる。あ、でも、ホークスか。なるほど。サンタさん、喉飴食べてるので大丈夫です。喉飴食べてるので大丈夫。いいね。あ、日本ハム、それでもまだソフトバンクとゲーム差1ゲームなんだ。全然ゲーム差開いてない。マジかこれ。ロッテ藤岡レクサ。ロッテ藤岡。藤岡入ってましたね。よーし。やっていくか。3番来た。てか人減ったな。そうっすね。あと、この次が、この次の試合で、まあ、先発。なので、ちょっと時間かかっちゃうと思うんで。飯食ってくるんで、この試合で、今日の放送は終わりにします。現在の打率は3割3分。阿部くん。最後の試合ね、打っていきますよ。下ネタでも言って盛り上げるかな。下ネタで盛り上げる。下ネタは盛り上がるのか。高速スライダーフォークにシュート。高速スライダーにシュートフォーク。今日は見てる人少ないですね。今日少ないですね。まあこんなもんでしょう。第3球を投げた。見送ってボール。カウントは2ボール1ストライクです。来てくれるだけでありがたいですよ。低めボール。完全なボール球。カウントは3ボール1ストライクです。スライダー、フォアボールナイス。ファイターズ、追う展開で迎える3回です。ワンアウトランナーなしという場面で立ち最後は打ちたいな。投げました。打ちました。どうや。取られる。ナイスシュー。これです。ファイターズ、追う展開で迎える5回です。ツーアウトランナーなしという場面で立川。今日はフォアボールとセカンドゴロ。投げました。外を際どいボール。わずかながら外れます。カウンター2ボールノーストライク。スライダー。
はっきりしたボール球、ストライクゾーン投げてこいや、際どい球投げてこいや。でも2種類はないですよな。試合は終盤7回に入ります。この回の先頭バッターは立川、投げました。大谷。深夜放送は何時くらいからですか？深夜放送はまだ考えてないですよ。やれるような環境にあったらやろうと思います。浦野さんの動画の NG コメントは下ネタと意味不明のコメントとドゼロエモンですか？軽く寝落ちしてました。ドラえもんはありやと思うけど。お、イオンさん寝落ち大丈夫ですか？気をつけてください。寝落ちするとね、なんか首とか肩とか痛めません？ちゃんと布団で寝ないと、ベッドで寝ないとね。カットベースラ。第9球投げた、ボール。カットベースラ。第2球投げた、カットボール決まってストライク。第3球を投げた、ボール。ベースラ変化量でかいですね。ボール1ストライク、バッティングカウント。抜けろ。うわー、取られるか。そのままベースに入ってスリーアウト。ファイター、これはやばい。てな感じで、まあ2出塁できました。フォアボールを選んだ。こんばんは。お、こんばんっす。どうも。監督の評価は上がる。今日サクセスで相手ピッチャーモブで164キロ伸び A が来たんだが。お、伸び A 相手に来た。あ、もう1試合できますね。明日か。じゃあもう1試合やっていきます。ガバガバですいません。よし、164キロ伸び A。 こんばんは。強すぎ。お、ネンポンさんもいらっしゃい。トリちゃんさんもどうもっす。じゃあね、この試合打って終わりましょう。3対2っすね、日本代表戦も。QVC マリンフィールドです。バッターは立川。よし、頑張ります。これ見たらお風呂は行ってきます。お、お風呂行ってらっしゃい。自分もこれ終わったら飯食いってきます。高速スライダー、ドロップカーブ、サーク禁止。飯の前の一発打ちたい。ナイス、オッケー。ボールは中継。立川、いいバッティング。ナイスバッティング。深夜配信ありますか？深夜配信もね、やれたらやっていきたいっす。ナイスバッティング。レフト見送った。ホームラン。これは素晴らしい3番。ファイターズリードで迎える4回です。ツーアウトランナー一塁という場面で立川。今日2打点。まあやるとしたら何時ぐらいかな。今日ちょっとね、9時から見たいものがあるので。明日はパワフェス何時からですか？明日のパワフェスも今日と同じぐらいになると思います。今夜楽しみに起きときますね。まあやるとしたら多分11時過ぎになっちゃうと思いますね。シュート、ドロップカーブ、スプリット。いや、ホームランは気持ちいい。ちょっとゴロゴロしようとベッドに行ってね。落ちしたので首は大丈夫っすから。お、首大丈夫。よかったっす。ベッドで寝るのが一番いいですね。オッケー。いい感じ。3安打。同点ですね。じわす。あ、同点なりました？うわ、ナイスバッティング。中田が8番だと。ホームラン打たれてる。高速スライダー、カーブ、スプリット。中田が8番。この立川めっちゃ打つな。日本代表同点ホームラン打たれた。いい打線だよ。それくらいに見れるようにしておきます。お、了解っす。やるかどうかはまだわかんないっす。やれる感じやったらやっていきます。アウトコース高め、外れてボール。カウンター2ボール。ファーストランナーをチラッと見て、投げました。スライダー。第4球はスライダー。投球これから5球目。ボール、カーブ、ボール球、ボールカウント3ボール2ストライク。投げました。打った。ショートゴロ。ボール球でしたね。セカンドフォースアウト。準備しておきますぞ。準備しておきます。了解です。お、いいね。いや、3対3の同点か。日本代表頑張れ。ライダーカットボール進化。
応援の一打をここで打ちたい。ストレートに送ってストライク、いきなり150キロ。いけるかな。第2球投げた、アウトコース高め、ストライク。球速えよ。追い込まれました。第3球を投げた、見送ってボール、カウントアウトコース2ストライク。第4球を投げた、これはナイスバッティング。応援の一打、応援の一打を打っていきます。スリーランホームラン、立川今日これが2本目のホームラン。よーし、素晴らしい、素晴らしい一発が出ました。ナイスバッティング。そして持ち出す気も回ってくる。ナイスホームラン、ありがとうございます。第2球投げた、打ちました、ファール。いい感じ、いい感じ。第3球を投げた、アウトコース低め、ストレートは外れてボール、カウント1ボール2ストライク。投げました、打ちました。どうや、宇宙間へのフライ、抜けるか、無理か、マイマッチ、残念。見事マリンズ、いやー、ポテンさんありがとうございます。本日2ホーマーの大活躍、本当に今日は大活躍でした。いやー、ナイスバッティングですわ。本当いただきました一戦は9対6ファイターズ勝ちました。勝利、よーし、今日気持ちよく終われ、よかった。というわけで、3番立川ちゃんのね、完成ですね。これからも3番でやっていきます。いいね、2ホームラン5打点、おこれは素晴らしい。 OKOK、 岡さんに誘われる。お疲れ様です。はい、じゃあお疲れ様でした。皆さんまた次回もね、よろしくお願いします。あとツイッターの方でね、パワフェス次回育成アンケートの方もやってるんで、ぜひとも皆さん投票よろしくお願いします。糸と今回作った糸に載せましょうか。立川ひろみついにぶっ刺しましたね。おーバックスラッシュ、立川ひろみついにやりましたね。じゃあお疲れ様っす。じゃあセーブして本日は終了です。また次回もよろしくお願いします。皆さんお疲れ様でした。